じゃあ田原さん、今回オークスの特集ということで、今回取り上げるのが1987年オークスの、マックスビューティーで、勝った時の話なんですけども、よく言われるのがマックスビューティーとにかく美しいと言われるんですけども、乗り手から見てどんな美しさがある馬だったんですか？なんかね、品があった。あんね、マックスビューティー以外でも走る牝馬何とも乗ってますけど、いや他の馬がダメっていう意味じゃなくて、人間の場合じゃないですか。すごく品がいいなって。なんかね、別にその女優さんやってるとか、じゃなくて普通の主婦の方でも、逆にまあ普通の、なんか普通その線引きは難しいんですけど、なんかすごくね、気品がある。その見た目の美しさもそうなんだけど、品のいい馬でしたよね。じゃあ名前通りの馬なんですね。そうです。やっぱ名は体を表すじゃなくて、田所先生、まあ馬主さん、田所病院の院長先生だったんですけど、いい名前をつけたよね。田原さん、よく競走馬を擬人化で人に例えますけども、この品があるっていうのをどんな、こう女優で例えたらどんな。どういうと いきなり、桜花賞オークスを買った頃だったら、今でいう春さんみたいな感じかな。なるほど。気品と気品漂う感じの。結構好きな女優さんですよね。我々素人はいまいち競走馬の品があるっていうのは具体的にわからないんですけど、ただ仕草とか、なんか乗った感じなんですか？いや、もう見た感じ。見た感じです見か？た感じもね、なんかすごい、この品がありましたね。僕が乗った牝馬の中では一番品がありましたね。こうなんか悪さしないというか。そう、なんかね、ちょっとね、気高、とにかく、プライドも高かったと思うんですよね。プライもうなんか私は違うっていう感じの、なんか歩いてても、そう、すぐこう、多分マックスビューティー、こんだけ競走馬として成績上がらなくても、あ、綺麗、あの馬綺麗やなって言われた馬ですよ。